はい、今日はですね、多摩川の河口エリアに来てます。デイゲームが今ね、より面白くなるような時期に差し掛かってきたので、っていうのも、まあ、昼間の方が潮位が大きくね、動くようになってきてるんで、まあ、その関係で昼間に入れるポイントが増えたりとか、流れが出やすい場所がね、発生したりとか、まあ、昼間の方に今寒暖差の大きい潮がね、触れてるんで、まあ、そういった意味でちょっとデイゲームで楽しんでみようかなと思います。カンナで広く探っていきます。オープンシャローの釣りになると基本回遊待ちなので、まあ、流れが聞き出してから止まるまで粘っていく中で、流れの変化、地形変化絡めて釣りをしていくっていうのが、まあ、王道的な釣り方ですね。当然場所場所によって地合いも違うだろうし、ベストなチョイも違うだろうし、ベストな潮回りも全て違うので、まあ、その場所に合った状況っていうのを見つけていけると、その後の釣りがね、楽しくなっていくと思うんで。まあ、その場所がどういう場所かなるべく深く知れると、後にもつながるし、釣りが面白くなります。釣りの幅も広がるし。こういう河口域ってやっぱ広くて、だだっ広くて、まあ、ポイントとしてはすごくざっくりしているので、本当にいろんなルアーが活躍する可能性はあるんですよね。まあ、当然ベイトが入って、シーバスが たくさん入ってくれば、いろんなルアーが活躍する可能性はあって、特に秋のハイシーズンか、なんかはそうなんですけど、でデイゲームってなってくると、やっぱ、手堅いのはバイブレーション。なんでかっていうと、こう飛距離が出せて、まあビギナーさんでも飛距離が出せて同じように巻いてくることができるっていう意味で、まあ使えるその幅っていうのがすごく広いんですよね。でも使うバイブレーションのね、ウェイトだけ間違わなければ、まあしっかり遠くまで飛ばして広範囲を探ることができるんで、まあ多くの魚を相手にできるっていうメリットが出てくるのは、バイブレーション、それから、まあ、トップウォータークプラグもそうだし、まあ、ビッグベイトを使う人もいるだろうし、ミノを使う人もいるし、まあ、デイゲームでも身辺で釣ることもできるし、ほぼほぼ全ジャンルのルアーが活躍するようなエリアじゃないですかね。フローティングミノーだってそうだし、シャローランナー系ね。危ねー。来た。よっしゃ。おお。一回なんか触ったから怪しいなと思ったんですよね。でちょっとスピード落としたら食いましたね。目の前で食ったもんな。面白い。追ってきて途中で一回ね、なんかアタックしたのか触ったんですよ。で一瞬いいかなと思ったんですけど、その直後でしたね。
よっしゃー、綺麗、綺麗な魚です。よっしゃー、いい、綺麗、60後半ぐらいですね。よっしゃー、いや今びっくりしたね食ったの足元だったんで。結構アップに投げてたんですよ。結構アップに投げてて、まあ、カンナね動き出しがいいんでアップで動いちゃうんですけど、で自分の前でターンさせてそのままスーッと巻いてきたら、自分の5メートル10メートル先ぐらいで一回こうバイトなのか衝撃みたいな形でドンってなんか入ったんですよね。でもかからなかったんだね。かからなかったんで、まあ、シーバスじゃないかなと思ってそのまま巻いてたんですけど、で本当足元差をしたぐらいまで来たら突然ダバーってひら打って食ったわけなんですけど、ちょっとスピード落としたんですよね、その時に。そのまま追ってきてるとちょっと思ってなかったんですけど、なんかあったら嫌なんで一回スピード落としてみたんですよ。でその変化で食ってくれた感じですね。今ずっとねアップで投げてるんですけど、自分の立ち位置から20メートル先ぐらいでボトムタッチするような感じですね。なので一番美味しいところはボトムすらないで今負けてる状態で、そこから水深がスーッと上がってきて追いかけて追いかけて手前で食ったって感じなんで、あのバイトをしたラインで言うと自分と今同じ水深ぐらいのところで食ってきた。まだね真夏の暑さじゃないから全然魚元気ですね。はい、ゴールド系に締めます。カンナ15自体は本当にオーソドックスなね、あの金属製のバイブレーションを目指して作ったものなんですけど、まあ、コンセプト的に動き出し、まあ、スローでも動きますよというところを歌っているので、まあ、そこを重視して作ったルアーって意味では、まあ、こういうね流れのある程度速いポイントで使う時の注意点としては、まあ、完全にダウンで使うっていうよりはややアップ、まあ、クロスから上側にキャストしてもらって、基本ただ巻きです。基本的にはただ巻きで、まあ、そのポイントのね水深とか状況にもよるんですけど、まあ、魚が上にいるんだったら着水からすぐ巻いた方がいいし、でそうでない時は、ボトム着底させてから巻いた方がいいし、でそもそも水深が浅いねポイントなんかだったら着水すぐ巻き始めて十分効いてこれます。でここのポイントもすごく水深が浅いので、もう着水したらもうすぐ巻いてます。巻きスピードも水深が浅くてすぐボトムタッチするような場合は早く巻いてあげて、でそうじゃなかったら使えるスピード域っていうの幅はね、あのカンナ広く取ってるんで、かなりスローでもしっかりバイブレーションさせて通すことができるので、まあ、ある程度水深のねある場所のある加工だったら、あのスローで巻いてても全然いいと思います。まあ、早く巻いて食う魚もいればスローじゃないと食わない魚もいるので、特にこれからの時期、まあ、イナコとかサッパ、この城だけじゃなくて網も湧くん で網食っちゃってると本当早巻きだとかかんないんですよね。連れがかりが多発しちゃうんで、そういう時は、まあ、1段階2段階スピード落としてあげる、だけどちゃんと動きが出てるっていうような状態をキープして巻いてもらうと本当ちゃんと口にかかる可能性が高くなるんで、そういう使い方をしてもらうといいと思います。カンナ15は基本的にこうただ巻きで使うバイブレーションなんですけど、まあ、それ以外にその動き出しっていうのを利用してやれるテクニックが一つあって、それがボトムの平打ちドリフトなんですね。でこれっていうのはあのバイブレーションの釣り方の一つに、ボトム取ってから、川の流れの中でその底をキープしながら流すドリフトの釣りっていうのがあるんですけど、まあ、それの派生でこうロッドを少し煽って、これを連続1
1秒弱に1回ぐらいですね。まあボトムキープができるような状態でこう誘ってあげるのが一番いいんですけど、普通に流すだけでは食わない魚を取るときに使うテクニック でこう流れのある場所だったらなおさらいいですね。でカンナを立てて起こす、それをボトムで繰り返すんですね。なのでこうリフトアンドホールとは全く違くて、リフトアンドホールはこう縦で誘うような釣り方になってくるんですけど、それとは全く違くて、あくまでもボトムをキープしながら、なおかつ立てて寝かせて立てて寝かせてを繰り返して誘っていく、そんな釣り方になります。なので春後半初夏になってくると、まあ、スジエビだったり手長エビだったりカニだったり、またハゼも育ってくる。なんでこう浮いてる魚以外にこうベイトっていうのがたくさん増えてくる時期なんですね。そういう魚がいるときに普通に巻いちゃうと、どうしてもボトムを離れてしまう、ルアーがボトムを離れて巻いてきてしまうので、そうするとボトム意識してる魚ってそれだとなかなか食ってくれないですよね。チャンスが着底からの巻き始めの一瞬しかないので、そうじゃなくてボトムをキープしながら平打ちを、連続の平打ちを入れながらドリフトさせてあげる。そうすると普通に流しただけでは食わない魚が食ってくれるんですよ。根が軽いなとかやめた方がいいです。カキセがあったりとか、ステイシーがたくさん点在してたりとか、とにかく根がかるような場所、そういうところには向いてないので、本当に何もないところだけど、まあ、多少地形の変化ね、こう水深の変化があるような場所だったり、身を筋だったり、こう魚の通り道、そういうところでやってもらえると効果的なんじゃないかなと思います。水深 1.5 ぐらいのところですね、フルキャストなんで。めっちゃ暴れる。よっしゃ、これも綺麗。こいつ遠かったですね。今水深がね、あの1匹目かけた時よりはかなりね浅くなってきてしまったので、もうなるべく遠くへ飛ばしながらやってたんですけど、フルキャストでだいたい水深がね 1.5 メートルあるかないかぐらいなんで、そこでもう着水からね巻き始めて割と早い段階で食いましたね。今もちょっとアップで投げましたね。お元気。さあだいぶね水深がなくなってきて流れも緩くなってきたんで、かかるところはもうずっと遠いんじゃないかなとは思うんですけど、今のところゲドウかかんないですね。ゲドウというかできれば釣れてほしいんだけど、
他の魚もちょっと楽しみ。結構ね、起伏が、その小さな起伏がポコポコあるんで、そういうところの深いところにこう魚が止まってたりすることもあると思います。まあ、回遊してきた魚がそういうところに一時的に止まってっていうのはあると思うけどな。ボトムタッチするぐらいで食いましたね。なんか水の色もいい具合だし、ちょうどいいですね。 OK。 ほい、ばっくりですね。魚ちょっとこれもやっぱ遠かったですね。で、巻いててボトムにタッチした瞬間ぐらいにヒットしました。結構ね、やっぱ起伏、歩いてると起伏が激しいんで、そういうポケットポケットにいるんじゃないかな。こんなに潮緩んでるのに食ってくれる、いいっすね。よし、バイバイ。4、5日前か、雨降ったの。まあ、まだその濁りが多少残ってて、これだけ笹濁り入ってるんですけど、今ね、下げだからこの濁りが入ってるんだけど、上げが効いちゃうと取れちゃうと思うんで、この下げが効いてるうちがチャンスだと思うんですよね。ほんとシンプルなただ巻きで食ってくるぐらいだから、よっぽどなんかベイト入ってるんでしょうね。なんだ、イナコか。これはクロダイっぽいな。あ、でもちっちゃいぞ、クロダイにしたら。お、マゴチ。来ました。やった、マゴチ。いいサイズ。あ、違う魚釣れました。マゴチ、もしかしたら釣れんじゃないかなと思ってたんですけどね。さすが羽田が近いだけあって、荒川でもね、マゴチちょこちょこ釣れるんですけど、キュエドでも。ここもこのサイズ感は釣ったことないな。30、35センチっていうのはね、ちょこちょこ釣れるんですけど。ああ、やったー、シーバス以外の魚も釣れました。デイゲームいいっす ね。このバイブレーション使ってるといろんな魚が釣れるんで、それもこう楽しみの一つですね。カラーチェンジ、はい、マッシュベイト。
なんだ、マゴチっぽい気がします。クロダイじゃない、クロダイか、クロダイの引きじゃないけど、でもボリューム感、重さはクロダイ並みの重さがある。シーバスだ。ほぼ流れ止まってるんですけどね。おい。腹パンパンだ。何食ってんだろう。結構ね、そこをゴツ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 当てながらスローで巻いたんですけどね。そしたら食ったっすね。ほんとね、起伏が深いとこだと30センチぐらい高低差があるんで、その中でそういうポケットについてんだろうな。おい、ありがとう。常になんか生命感はあるんですよね。ボラが跳ねてたりとか。おお、なになになに、足元で食ったけど、どういうこと。違う違う魚、色が違う、全然色が違う。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、これは取りたい。よっしゃー、いいサイズ、やった。うわわわわわ、めっちゃ元気。やっぱバイブレーションはほんといろんな魚釣れる。詰めて、いや、やっと本命が出ましたね。そんなことはない、やったー。違う色の魚と思って、もう一種類釣れましたね。しかもサイズ良くない？50ちょっとぐらいあるんじゃない？55ぐらいあるっすね。やったー、潮止まり、ほぼ潮止まり。今巻いてきて巻いてきて、結構スローで巻いてきて、で竿下に近づいたんで、ちょっとピックアップ気味に浮かしてちょっとストップかけたら、いきなり下から突き上げてきて竿曲がったんですよ。かなり近いところにいましたね、多分自分たちと同じ水深のところ。やった、ヒラメヒラメ。まあこの魚がこの潮止まりに出たんで、もうこれラストの魚かなということで、まあ、この魚を最後に、終わりたいと思います。いい感じに遊べました。